半日ぶりだ。そうだそうだ、昨日本当はここで配信する予定で、でなんか暗くなっちゃったからやめちゃったんですけど、ここでも全然問題ないようで。そう、今日最強ツインテール、自分でやった、自分で巻いたし自分で縛った。なんかツイッターに載せる自撮りが全然ないことに気づいてねいや今日載せようと思って自撮りするために髪巻いて縛りました。そうなんですよ、やっぱり夜遅い時間が多いとね、寝落ちしちゃう方がね、いっぱいいらっしゃって、そう申し訳ないので、そうだからちょっと今日はお昼に日曜日だし、うん、私のスマートフォンからです、ポンコツから。コメントコメントしてね、吉田駅行きました、行きました、遠かった、弥彦の近くだよね、弥彦村の近く。あ、おっけけけけね、なんか755にさ質問返しまだちょっとあったので紙にまとめました。はい、質問返しもしつつコメントもいっぱい読みたいと思います。ででん、 NGT で左利きのメンバーを教えて。え、誰左利きのメンバー、研究生だったらわかる。寺ひな、みゆみゆ、ななみその3人。先輩はななこさんか、ななこさんだけかな。え、あと誰だ誰だ誰だ、マリナさんか、マリナさん、マリナさん初めて知ったって、本当に。え、左利きって意外に多いんですね。なんかさ、小さい頃すごい左利きに憧れてて、なんか自分で利き手を変えようとか思ってたんですけど変えられなくて、今右手、右利き。ベイヤンさん、え、ベイヤンさん右利きだよね。二十歳になるとお酒飲めるけど、飲むとしたらビール、焼酎、日本酒、挑戦してみますか。だって私お酒の種類何にも分かんないんですよね。うん、なんかそれでお母さんに相談したら、あのなんか海里が生まれた年になんだっけ、梅酒をつけたらしくって、あ、梅干しつけたの梅酒をつけたらしくって、うん、あと海里がその2分の1成人式の時にも梅酒をつけたよって言われて、ねえ、なんだろう。でもあんまりお酒飲む系になりたくないのアイドルだから、だから、うん、なんだろうな、普通に、え、まだ何もわかんないな好きな味があればという感じですかね。カイリーちゃんに成敗されたいファンの方が多くなってきましたが、そのん、そのなんて読むんだろう、その方々の相性は何かありますか。成敗されたい方の相性ですか成敗か、え、何かいいものありますか何だろうね。ああ成敗されたい界隈でもさ、なんかこういうさ、成敗とか逮捕というワードがあると、なんかね、あ、逮捕大丈夫かな、
だろうね。成敗されたい。これから鉄道の勉強するのに参考になる本や DVD ってあるのかな。あーなんかね、あの本は普通に売ってる市販のやつを結構見るし、あとねなんだっけ、なんか忘れたんですけれども、なんたらっていうアプリに入ったんですよ。なんだったっけな、今まで Hulu 勢だったんですけれども、 Hulu じゃなくて、あ忘れちゃったな、なんだっけな、なんかネットフェニックスとかそういうアプリあるじゃないですか。なんかその中に鉄道のなんだろうな番組入ってるやつに入会しました。2日前ぐらい。なんていう名前だっけな、あネットフェニックスだっけ、あネットフェニックスでした。そうネットフェニックスに入りました。それでそう鉄道の番組がすごいいっぱいあって、マックス時の話とか、はやぶさ、あと白鷹とか、あのこだまとかいっぱいあって、そうそれを私は見ようと思ってます。でもまだ登録終わってなくて、契約したのに登録が、僕も入ってるってみんな入ってる、そうそこであのいろいろ学べたらいいなって思いますね。フルはそう残念ながらやめちゃったんだけど、ネットフェニックスさんにお世話になります。うん、カリちゃんは鉄道の中だと車両についてがメインなのかな。うん、車両が今はメインですね。車両と駅かな。でも車両の中でもやっぱり新潟が多いですかね。うん、で早くさ今月末ぐらいからかな、厳備新幹線とか帰りとかそういう観光長旅列車さんたちが、長旅列車さんたちがね運行開始するとなると、それも楽しみ。うんだし、なんか私国鉄のさ電車好きなんですけど、なかなか出会えないじゃないですか、まあ、それがレアで好きなんですけれども、もっと出会いたいなっていうのありますね。結構駅紹介はこれからいっぱいしていきたいなと思いますね。え本当ありがとう。うん、あとなんかその何々系の何番台っていうのあるじゃないですか。その何番台っていうのにもちょっとずつなんだろうな写真集めてたりし始めましたね。ありがとうありがとう。だるまとかわいいとハートありがとうございます。うん確かに飛行機はすごい行きたくなる駅ですよね。うん、うんうん、そう駅とともになんかその駅周辺にあるこう飲食店さんとか、まあ、餃子屋さんがあったら餃子屋さんとかカフェとかを紹介できたらいいなと思ってます。うん、ぜひ。同じデザインの T シャツで黒か白かなかったらどっち買いますか。黒か白がなかったら何色を買うかなってことかな。T シャツ、やっぱり赤。赤。旅してみたい線路や都道府県などあれば。でもこれ何度も言ってるけど、私は四季島にいつか乗りたい。はい。カリさんが初めて自分で買ったお洋服は何ですか。わ
かんないけれども、なんか私小学生の時はお小遣い制じゃなくて、で中学生になって初めてお小遣い制になったけど、服は買って高校生になってからかな、高校生になってからですかね、高2ぐらい、高校2年生ぐらい、いや高校2年生でも高校3年生ぐらいかなお LGT に入ってからぐらいですかね、自分でお服を買うようになりました。でもほとんど父母ですね、ほとんどほとんど、たまに私が自分でっていうのはありますけれども、なんかお洋服ってやっぱり高いじゃないですか、もう何千円とかしちゃう、一つ一個のコーデすると何万円になるのかな、靴とかも全部入れちゃうとそうなっちゃうからさ、お小遣いがねなくなっちゃって私破産しちゃうので本当にたまに、本当にもう何ヶ月に何回っていうぐらい自分で買います。アジサイとバラありがとう、本当にたまにっていう感じかな。カリーちゃん何メートル泳げますか、得意な泳ぎ方、何メートル泳げるんだろう今、でも最近全然水の中で泳いでない、海にもプールにも行けないからわかんないんですけれども、好きな泳ぎ方、得意な泳ぎ方は何だろう、平泳ぎかクロールかな、うん、そんな感じですかね。ガタフレでも節約してたもんねそう、節約します、うんうん、そんな感じですかね。カリちゃんは記念切符の収集とかしてますか、したいなって思ってます。なんか私結構なんだろう、コレクティブ集める系、写真とかもそうだけれども集める系がすごい好きなので、切符収集したいなって思います。パルさん、パルルさん TV 出てるけど見たかなって、テレビ最近全然見てなくてですね、見てないんですよね、見逃したやつとか見たかったやつはもう大体アプリで見ちゃってる、そう現代人になった。そう集める系が好きですね。そんな感じかな。質問は以上でした。ありがとうございました。イエーイ。イエイイエイ。あ、そうですね、新津の資料館でね切符展示してる、まあそこいろんなもの展示されてるからさ、なんか一回でさ全部回りきれない、一個一個丁寧に見ていくと。イエイ、ありがとうございました。生誕予約しました、ありがとうございます。鉄道バス部品コレクターです。コレクトしたくなりますよね。車両めっちゃある、めちゃめちゃあるね。シミュレーター乗ったわ、だって。あれはわかります？私も乗りました。でもすごい並んでて人気だった。人気でした。という感じですかね。みんなそろそろ新潟行きたいって言ってくれるの本当に嬉しい、ぜひぜひお越しくださいよ。お越しくだ、あ今お越ししちゃダメなのか、公演再開とね同時ぐらいにお越しくださいませ、お越しください。ねーでもそう言ってくださるの本当に嬉しいです、新潟県民としては。
うん、嬉しい、嬉しいな。今何時なんだろう。やっとこしょ、これ始まったマックス聞かれます。あー間違えた、ありがとうございます。あれやってみようかな。あ46分か。なんかあれやってみたいな。なんかさ、ツイッターで帰り配信中みたいなやつ、あれってどうするんだろう。ツイッター連携してないといけないのかな。あ時間ありがとう、教えてくれて。どうなんだろう、ツイッター連携しなきゃかな。シェアってやつかな。えでも怖いな怖いな。どうやるんだろう。あー連携しなきゃなのか。でも連携の仕方が分かんない。どうやって連携するんだろう。えじゃあ私できないってことかな。あできそう、初めてだ、やってみたいと思います。ちょっとじゃあみんなあのできてたら教えてください。できてたらじゃあいいねとリツイートしてください。でも待って、でもあと10分ぐらいで配信終わっちゃうのにそんなことしていいのかな。あやめとこごめんなさい、やっぱりやめます、やめちゃった。ちょっと最初から配信するときやるね。うん、マネージャーさんに言ってないしやめとく。やめちゃった。ちょっと次回しますね、ごめんなさい。なんか昨日ショールーム終わってから、12時半前ぐらいに寝たんですけれども、ちょっと眠たいわね。そうだね、慎重に行きますね。やっぱり拡散力がもう大きいじゃないですか。だからって、でも このツイートでどうなるかって言ったら分かりませんけれども、そう拡散力が大きいからね、ツイッターはね。えでもまだフォローされてない方いっぱいいらっしゃると思うので、なんかもうとにかくツイッター更新しなきゃみたいな、自撮りとか写真をたくさん載せてみんなにリツイートしてもらえるような投稿をしなきゃと焦ってます。でもインスタの投稿もしなきゃって思うし、村長間違って青ちゃんの配信ツイートしてたって、あれ絶対間違ったんですか。私あれスクショして本人に言ったんですよ、これ何ってなんかあれ間違いなんですか。だってさ、間違えたら普通私みたいにさ消すじゃないですか。なんだあれ、どういう間違いしちゃうの、人の配信をさ、あのやっちゃうって大丈夫なのかしら。えあれは、えあれがあれ、ぜどういうこと、何してんのかなって思って、あえてなのかな、逆にあえての方がいいですよね。あえてだったらまだいいけど、あれ普通にやってたらさ、なんかさ失敗じゃない失敗してるってことじゃん。絶対確信犯だよ、絶対確信犯です、間違えないよ、間違えないうん。って言って私も他のメンバーのやっちゃうとかありしませんけどでも逆にさ、他のメンバーのどうやってやるか分かんない、どうやってやるんだろうそれを。なんか今自分の見たらシェアってやつがあったんですけど、他のメンバーにもシェアってやつがあるのかな。こんにちは、かえりちゃん、こんにちは。
鳥のマークか、なるほどなるほど、あー分かりました分かりました、あなるほどね。なるほどね。あーみんなはそれで拡散してくれてるんだ、嬉しい。なんか今さ、そのツイッターの連携のボーナスがないのにやってくれてる人たち見るとさ、あー拡散してくださるんだ、ありがとうございますって思います。うん、え、すごい嬉しい。うん、確かに連動させておけば。今日みたいに天気のいい日は電車で遠出したいねって、遠出したいよ、お出かけしたい、お出かけしたい。うん、そうだね、今他のルーム見ないと星は集まらないんだ。そうですね、確かに。めっちゃいいお天気だ、新潟はすごいお天気。みんなは出かけしたいね、本当にお出かけしたいよ。海だって、海カリゴで坂田まで行きたい、行きたいね、カリゴ。うん、電車乗りたいね。曇りですか。なんか新潟の電車は割と在来線も115も乗って、関東の電車に、関東の駅行きたいかな今は。クラゲ見たい、どうぞコメントだとありがとう。なんかさ、ショールームって本当に難しいですよね。なんか私って今までどういう配信してたのかわかんない。どういう配信してたんですか私え、わかんないな、え、難しいよ。うん、カイジっていう旅館があるの、え、知らなかった、え、知らなかったよ。うーん、え、なんかもう、え、わかんない、どういう配信してたんだっけ。確かに関東の駅も役になりそう。あ、テーマ決めてたんだっけな。やっぱりテーマ決めないで配信するの本当に難しいなってつくづく思いますね。うん、難しい。夏の日本海いいけど食べ物も美味しいだね。食べ物美味しいよね。バーベキューしたい、海で、海でバーベキューしたい。寝過ごしたことある、あります、電車で寝過ごしたこと。え、一回だけあるの、つい最近、今年入ってからかな。うん、一回だけある。うん、オンライン BBQ 会ある。もうあれで起きた時絶望すぎるんだよね。しかもさ、なんかドア閉まってる最中に、閉まるこの時に起きて、パッて、あ、もう絶対間に合わないって思った時の絶望感がね、すごい、はぁって思っちゃう。山手線一周してみたい。なんか今まで山手線の電車詳しくなる前、山手線のさ内回り外回りとかあるじゃないですか、それ分かんなくって、でなんかどっちのさ番線が
なんか原宿に近いとか渋谷に近いとか分かんなくって、だから私すごい遠回りして乗ってたんですけれども、今はちゃんとそういうのはなんていうの分かるようになったけど、すごい遠回りしちゃうっていう。どこ基準？自分の最寄り、自分の最寄りっていうか自分の宿泊先の最寄りから行きたい場所に対してすごいなんか遠回りしちゃう。こうなのにこう行っちゃうとかやばいよね。なんか遠いなって思ったんだよね。でなんか番来ないなって思ってたらさ、そういうのある。うん、でも関東ではもうほとんど山手線に乗ってるかな、あーアプリありますよね、乗り換えとか。でも関東はもう時刻表見なくても電車が来るからさ、それ羨ましい、すごく。本当に本数多いね。地下鉄はだってメトロ地下鉄乗ったことあります？関東で初めて。新潟にないんですよね、地下鉄。そう、なんかね、私はなんかその地下鉄なのに、だから地下鉄の存在知らなくって、でなんかずっとその JR の普通の在来線の切符とかスイカじゃないな切符で行けるものだと思ってて、でもなんかその改札がさ、なんか違うなって、ちょっと JR の違う、なんかピンクとか入ってるし、あれって思って入れてみたらなんかベベーってなって、これどういうことだろうって思って、分かんなかった思いがあります。 NGT に入ってから知った。分かんない、これ田舎者あるあるなのかな。そう、どういうことってこう駅員さんに、なんでこの切符じゃダメなんですかって言ったら、これは JR さんのなんでって言って、ここで買ってくださいって言われて、なんか調べたら、あ、ここ地下、地下鉄なのみたいな。それまで自分がどこにいるか分かんなかった。なんか地下鉄と JR のさ、地上のさ、あの駅がさ、同じこうでっかいフロアにあるところがあって、そう、それでね、キュンです、それで知りました。いや、私分かんないことあったら聞いちゃいます。ちょっと時間がもったいなくてあるある、それ本当に。キュンだねだって、キュンです。そう、聞くよ。あー、長野もあるんだ、地下鉄。長野あるのかな、東関東はあるよね。新潟はないんだよね。宮城とかもあるのかな。へえ。なんかスイカも使ったことあるんですけれども、あ、仙台にあるんだ、なるほど。地下鉄ね。でも私スイカ以外に何も持ってない、ナナコとか持ってないし、そのなんだっけ、ペイペイじゃないんですよね。
でもさ結構メンバーとかもペイペイしてるからさやばって思って、私やばいやばい、私もななこさん、ななこさんななこ、ななこさんじゃないし、ツインテールかわいい、ありがとう。 T ポイントカードも持ってないの、え、ポイントカード全然持ってないんですよね、あの硬い硬いカード、硬いカード持ってなくて、なんか紙のスタンプを押してもらえるカードしか持ってない。旬です、 T カード欲しい。なんか買い物行くとさ、すごい T カード持ってますかって聞かれたりさ、 JR ポイントカード持ってますかって聞かれるんだけどさ、何も持ってなくてさ、うん、旬です。そう、なんかもうすごい作ろうと思ったらすごい怒られて、うんデイカードって何、ポンタカードも、え、持ってない。ポンタってだ、なんだろう、タヌキねえ、そう、ないんですよね。でも妹が持ってるんです、なぜか T ポイントカード。そう、って、まあ確かにそのカードは住所とかその自分の電話番号とか名前とかを、うん、書かなくちゃ作れないから、うん、でさピーってやるとさ出てくるから、確かにまあ、うん、っていう感じだけれども、でもカードを持つことにすごいあの憧れる。クレジットカード持ってない、え、クレジットカード見たことないんですけど何色なんですかそこからなんですけど、なんかさメール読んでてさ、決済がクレジットカードだって言ってたけどさ、クレジットカードを見たことないんですよね。アプリなの？色、え、色が知りたい。あ、さまざまなんだ。なんかクレジットカードのイメージがなくって、あ、ゴールドなの？お母さん持ってるかな？どうしよう、持ってなかったら誰も持ってないなんて。佐藤家大丈夫かな？黒が強いの？グレー？何歳ですか？ブラックカード？キャッシュカードって何？あ、キャッシュでお願いしますみたいな。あ、持ってる！よかった、ママ持ってるみたいで。よかった。なんかまあ種類があるんだね。うん、クレジットカードはイメージがない。 D カード、本当に持ってないの。なんか キャッシュカードは銀行のカードだ。なるほどね。ちょっとじゃあ私のポイントカードをみんなに見せてあげよう。よいしょよいしょ。じゃあポイントカード、え、っていうかね、これしか持ってないの、ポイントカードも。待ってね、なんか書いてあるやつないかな、大丈夫かな、うん、大丈夫大丈夫。まずこれ、アディクション伊勢丹の、これは友達のタンプレ、ちかなちゃんのタンプレ買った時にもらいました。でこれ、え、もうわかんないけど、え、新潟店、これ、あとお洋服屋さん、ハニーズ、あー、なんかすごい紙のやつしかない。シーズン、これは食べ物屋さんで、またこれハニーズ、あ、スピンズ、京だこあ、クオカードでも使い終わってる本当にこれしかない。あ、あった、またあった、これは雑貨屋さん、あとプリクラしかない。
あとプリクラばっかりだね。うん、え、もうこんな感じ。あ、みんな心配してる牛丼屋さんのカード持ってないな。あ、大丈夫です、これもう使ってないんで、お財布じゃなくてこの中に入ってるものなので大丈夫。心配してくれてありがとうアディクションは普通にあの伊勢丹の化粧品だけど、え、あとはね使ってないから大丈夫で、ありがとう。あ、王将のカード持ってるかな私。大丈夫だよ、机の中から出したから。え、ありがとう、そんな心配してくれるなんて、ありがとうございます。うん、ハニーズはなんか、え、今もポイント制なのかな、ちょっとわかんないんですけれども、小学校ぐらいの時にお母さんが持ってていいよって言って持っててもらったやつで、これいつのなんだろう、すっごい昔だからちょっと今この模様感はわからないやつ。え、スピンズは新潟にないんですよね確か。これは新潟にないお店、これもなんか若い時に原宿に行ってもらったやつ。うん、あ、服屋さんだよハニーズ、お洋服屋さん。いきなりステーキ、王将、あー、餃子部の会員証お母さん持ってるね。新潟にないらしい、わかんないけれども、新潟で見たことない、見たことないね。うん、ないですね。ないね、っていう感じかな。仙台にあるの？はい。確かに。あ、いろいろわかんないけど仙台にあるみたい。餃子部のカード欲しいね。確かに。アプリ会員があるのか。確かに鉄道の会員証も作ろう。遊戯王のカード、カードも集めてた。なんかラブ&ベリーっていうキャラクターが好きで、こんにちは初見、ありがとう。いましたね。今何時だろう。じゃあこの辺にしてお昼休憩にしましょう。ということで皆さん見てくださってありがとうございました。じゃあちょっと今日はツイッターに載せられるような自撮りを撮れるように頑張りますバイバーイ、ありがとうございました。お昼ご飯食べてね、バイバーイ。